は明日だって言うのに挨拶一つできないんじゃおじさんに会えないぞ。明日はきっとおじさんに会える。入学式だもん。それ本当なの？学生課の先生に呼ばれて私が代表の挨拶をしなければならないのよ。ねえジュリア、なんて言えばいいのかしら。なんてって普通に挨拶すればいいのよ。そんなこと言ったってねえ、一緒に考えて。ねえねえサリー、ジュリア、悪い時に出てきちゃったかしら。そんなことなくてよ、ここは共同のお部屋なんですもの。あなたにも使う権利はあるわ。ただ静かに考え事をしたい時もありますの。ごめんなさい。ありがとうジュリア、お願いね。大丈夫よ、きっとうまくいくわ。ちょっと散歩してくるわね。冷めたおかゆじゃないもんね。
ごちそうね。そうかしら。だって何でも飲み放題食べ放題だし、デザートが素敵じゃない。アイスクリームよ。アイスクリームは太るわ。サラダが一番。アイスクリームだけで太ってみたい。くださらない？今彼女大変なの。ごめん。あ、ごめんなさいね、ジュディ。後で。いいのよ、サリー。あそこ空いてます？ええ、どうぞ。神様、今日も豊かなお恵みをありがとうございます。アーメン。ではいただきます。あペット委員長が見張ってないし、それにこのごちそう最高じゃない。足長おじさん、どんな人なんだろう。明日はきっと会えるよね。入学式なんだもの。
そっか。いけない、入学式だ。それ何ですの、ジュディ。みんな同じような女の子ばかりでしょ。おじさまは目が悪いって聞いたから。ふん、来たわ、パパママ。サリー。優しそうな人たちね。お父さまは作業着の工場を経営なさってるんですって。お嬢様、奥様と旦那様がお着きになりました。あら、こんにちは。どう？レディは帽子なんか取らなくてもいいのよ。じゃあ後で。そうなんだ。身のこなし。すまん。本日をもってこの伝統あるリンカーン記念女子学園の一員となったわけであります。皆さん女らしい感性を伸ばし、この先明るい家庭を築き輝く未来を作り上げていくためにも、この学園に入学したことにどうぞ誇りを持って、学問にスポーツにベストを尽くしてください。では新入生を代表して挨拶をお願いします。サリー・マクブライドさん。素敵、サリー、あなたが代表で挨拶するの？サリー・マクブライドさん。サリー、サリー、マクブライドさん。サリー。あ、はい。学
ライドです。私は、サリー・マクブライドです。どうしちゃったのかしら。忘れちゃったのよ。あんなに練習したのに。そんな、私は、ジュリア、ちょっと詰めて。どうするつもり？いいから手伝って。私は、サリー、読んで。私はこのハイスクールが、持ってて。私はこのハイスクールが大好きです。こんな立派な建物を見るのは生まれて初めて。とっても気に入っています。ジュディ、なんか変よ。そう？はい。私はまさかハイスクールに入れてもらえるなんて思ってもみませんでした。だから今ものすごく興奮しています。この一時一時が、それは楽しくて飛び上がりたい気分です。私の歩む一歩一歩が全て新しい冒険で、もうすっかり有頂天になってしまっているんです。でも私をここへ起こしてくださった方に感謝するのを忘れてはいません。私はその素晴らしい方の、私はその素晴らしい方の無償の善意でこのハイスクールへ。そうか。その素晴らしい方とは、私たちをいつも見守ってくださる神様であり、私を産んでくださり、いつもどこかで見守ってくれている愛する両親です。聞こえてますか、足長おじさん。私はどれだけ感謝したらいいのでしょう。私の一生を通してきっと忘れることのない今日という日を本当にありがとうございます。無償の善意に支えられて、こんな素敵なハイスクールに入学することができた私は、世界中で誰よりも幸せです。私の目の前に無限の広がりのある世界が開けたのです。これからどんなに辛くても、どんなに寂しいことがあっても、私はきっとやっていけます。そして私は、私をこれまで援助してくださった全ての善意ある人たちと、多くの友達のためにもベストを尽くすと誓います。やっぱり来てなかったか。ジュディ、ジュディ、ジュディ、ありがとう。サリー、サリー紹介するわ、パパとママ、ジュディよ。いや、サリーに聞いたよ。ありがとう、サリーを助けてくれて。いや、素晴らしいスピーチだった。実に感動的だったよ。それほどでも。あなたったら、ほら、驚いてらっしゃるわ。お、あ、そうか。サリーの母です。ジュディ・アーボットです。ああ、はじめまして。いけない、帽子は取らなくていいんだ。あ、よし。足長おじさま、
私はおじさまの本当の名前も教えていただけないし、手紙のお返事もいただけないことはよく心得ています。はい。なのに入学式には来てくれるかもしれないなんて考える方がおかしいですよね。私のこの気持ち、おじさま分かってくださいます？でもどうやらもうそんな気持ちにはならないで済みそうです。こんな素敵な友達ができたんですもの。素晴らしい一日をありがとうございました。尊敬する足長おじさま、もう寂しくない、ジュディ・アボットより。卒業生のバザーで椅子や机を買ってお部屋の大改造よ。だけど私のすることなすこと全て反対する強敵が現れたの。次回お部屋の素敵な飾り方、必ず見てね。認め